に思いを馳せるそれはどこかふるさとを思う気持ちに似ています楽しかったあの日涙を浮かべたあの時そして大切な人の笑顔懐かしくも鮮やかな記憶は未来へ向けて歩む私たちの心の糧 昭和を紐解くたびに出かけましょう。サンスター、文化の泉。ラジオで語る昭和の話。この番組はサンスターの提供でお送りします。ご機嫌いかがですか宮崎よしこです。石澤のりおです。だって宮崎さん、まあ、学校も夏休みに入って。ええ 電車の中、街の中にもですね、まあ、元気な子どもたちの声で溢れていますけれども <laughs>、はい、まあ夏といえば、まあいろんな風物詩ありますけれども、やっぱり夏祭り、祭りかなという気がするんですけどね。えー、あのコロナ禍でなかなか開催できなかったところが、うん、今年はね、うん、もうやりましょうという人が多いみたいですよねそうそうそう。全部出てきてますよね。はい、しっかり感染対策をしながら行われるということですね。はい、まあやっぱりね、日本の夏。 祭りでですすよよそうなんですよ、えー、暑くてなんか文句言いながらもね、うんうん、見たりあの参加する人も、うん、でもそれがいいんですね活、えーうん、気づきますよね町がねあの私の、まあ、住んでる町ではですね、はい、順繰りにねこの、はい、隣町その向こうの町あの順繰りに行くお祭りが移ってくるんですよ。えー、で、まあ、私のところに来ると大体8月の最終日ぐらいなんですけども。うん もう徐々に徐々にてんつく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 ってああいう祭りのねピーヒャラピーヒャラの音が聞こえてくるとねもうなんかわくわくするんですわくわくするんですが私の町に来るのは夏の一番最後なもんですから祭りは待ち遠しいんですが夏休みはもう終わっちゃうっていうんでね非常に複雑な気持ちを子供の頃から思ってましたけでもやっぱりお祭りあってこそのそういう思い出ですよね。そうですねはい さあ,あそんな季節を迎えているわけですけれども今日はですね、はい、こんな時期的には合っている曲をおかけしたいなと思います、はい、キャンディーズの初中お見舞い申し上げます、うんはい、この曲がかかるということはそうです今日あの方がゲストなんですよね今日のテーマは昭和のアイドル伝説キャンディーズから伊藤蘭へというわけでこの後伊藤蘭さんをお迎えします 今日は昭和のアイドル伝説キャンディーズから伊藤蘭へと題してお送りします今一ときわトーンが高くなりましたねはいなりました <laughs> ではゲストご紹介しましょう、えー、歌手で女優の伊藤蘭さんですどうぞよろしくお願いいたしますお邪魔いたしますよろしくお願いします、はい、しお願いします <laughs> あの入ってこられてからもう本当に空気が変わっちゃうんですもの。ね、<laughs> いや本当にあの今日は黒字に <laughs> あの白い水玉のはい。あ<ー>はい はい、洋服で、そして、爪ね、見ちゃいました。左右で。ねこれも、あの、いろんな色に変えなきゃならないんですけど。緑とオレンジと。ああ、おしゃれで素敵な先輩です。はい。今日は、あの、キャンディーズ時代の話ももちろんなんですけれども。女優として、そして、現在、ソロで歌手としても、活動されているということで。もう、いろんな話を、ぜひ、お聞かせください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 では改めて伊藤蘭さんのプロフィールご紹介いたしましょう伊藤蘭さんは東京都武蔵野市のご出身です昭和48年、1973年、スーちゃんこと田中よし子さんみきちゃんこと藤村みきさんとともにキャンディーズを結成しデビューします年下の男の子、春一番などのヒットを放ちテレビのバラエティ番組でも活躍日本中にキャンディーズ旋風を巻き起こします 昭和52年1977年7月17日人気絶頂のさなかコンサートのステージ上で突然の解散宣言翌年のグループ解散後は女優業をメインに活動されますテレビや映画舞台ナレーションなどで大活躍2019年にはアルバム「マイブーケ」で歌手としてソロデビュー俳優の水谷豊さんと結婚 長女のささんは女優としてて活躍されていますこのプロフィールを聞いていながらこうなんだか、うん、ああいうことああいうことあったって、うん、その頃自分がどうだったなんてこう思い起こしてらっしゃる方が大勢いらっしゃると思うんですよね。<laughs> うん、キャンディーズとしてそのデビューされたこれもみんな知ってることなんですけれども、はい、そもそもその芸能界に入られた、はい、いきさつっていうのはどういうところだったんでしょうか、えー、あの中学 3年の時でしたね同級生というかあの同学年のお友達にスクールメイツが出ている <laughs> の番組がありまして、はい、一緒に入ってやってみないみたいな感じで誘われましてそれで応募をして、はい、自らそういう世界に入っていったって感じですね渡辺プロダクションの経営している東京音楽学院という、うんうん、そういう歌と踊りを学べる、うん。 場所に入って<ー>少し勉強してからスクールメイツのメンバーになって、うん、そこからオーディションを受けて、えっと、キャンディーズっていうグループができたんです、うん、あの何十人かであのオーディションを受けて、うん、その中からピックアップされた3人っていうとにかくスクールメイツは見てましたね。見てましたスクールメイツ おバネのようにピュン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 で元気よくね。硬、ね、さっていう感じでしたよね。ま塊でしたけどね。ねえー、じゃあそこで、えー、基本的なところはまあビッチリとこう鍛えられたと。うんそうですね、うん、必ず週三回ぐらいはレッスンはありましたね歌と踊りと。えーえー、はい。学校の後に行くので、えーえー、そんなにあの時間は。 かけられなかったですけれども、毎日のように通ってました。部活みたいなですね。気分もそうです。うん、割と厳しくお稽古をするというよりも、みんなと会えるし楽しいっていうことの方が強かったですね。楽しい方がね、物事は続きますもんね。うん。で、数いる中でその三人が選ばれた。この選ばれるまでってどんな状況だったんですか。 あの普通にあの広いスタジオに呼ばれて、ええ、みんなで歌って踊って、ええ、あのその2曲ぐらいかなそれを見てくださって、うん、その中からっていう。今日のそれは選考、はい、なんだよここで選ばれるんだようん、うん、ってのは分かってたんですね。 <laughs> 3人とはもともと人と、うん、あのお二方とはもともと仲のいい関係、はい、そうですねもちろん面識がありますし毎日のように顔を合わせて出演番組でも一緒になりますし、うん、レッスンでも一緒になりますしじゃあ3人が決まったって言った時、うんうん、いやもう大変な騒ぎですかあ<ー> <laughs> 3人の中でははい何やるんだろうっていう期待と、うんはい、3人でグループ 組むんだっていう感じですよね。まあいいななんだかわ青春ですね。そうですよねまさにそんな感じですよね。でデビューして私は勝手にデビューしてすぐに大人大人気思ってたそうじゃなかったんですか。そうですねあのヒットチャートに入るまではあのベストテンに入るまでは五曲目ぐらいだったんです。そうなんです。なんですかはいそういう時ってどんな気持ちなんですか。 えー、あ頂い,いてる曲はとってもいい曲なのでなんで売れないんだろうねっていう話は <laughs>、うん、<laughs> しましたけどねでも当時は3ヶ月に1曲のローテーションで新曲を出していてのことなので、うん、長さ的にも1年とかその1年ちょっとぐらいな感じなんですけれども。うんえー はい、あのその間いろんな仕事をして、あの楽しい今となっては思い出しかないですね。そして迎えた五枚目のシングル。はい。これで。三人にね、天気が訪れるわけですけど、それがこの曲です。で、この年下の男の子から伊藤さんがセンターになったと。あそうですね。はい。これで大ヒットになったわけですよね。あ、そうですね。はい。これやっぱりあの。 誰がそのセンターになるかっていうのは、うん、どのグループでもそうだと思うんですけどやっぱりこう <laughs> 気が揉めるもんですかうというよりあの、うん、私が思ったのはこの長さを一人で歌わなきゃいけないっていうのがね、うんうん、<laughs> 重くのしかかりましたね。<laughs> ええええ、で私はどちらかとというとそのセンター の横にいいてこういろサポートする的なあのポジションも好きだったのであのなんか重いなっていうのはありましたけれどもまたでもステージなどでもそのフォーメーションを変わっていろいろな曲によって誰がセンターでメインを取ってっていうこともあったのでそんなにそのことに関してはあの一人一人サイドも好きだっていう認識だったと思います。あの <laughs> やっぱり真ん中に立つってすごく大変なことなので意識としてねこうやって宮崎さん<う>の例えばテレビでもね、はい、あの複数の人が出てくる中で同じように映ってるんだけどやっぱり真ん中に立つとね見見ててる側はやっぱり真んん中しか見てないんですよその周辺にいろんな人がいるんだけども、うんうん、人間のやっぱりなんだろう こう目の、ねうん、向き方っていうのはやっぱりそういうところになるんですかね。えー、それがあのなんか知らずにそのプレッシャーになったりもされてたわけですかね。うん、少しはそういう部分はあったと思いますけど逆にそういう,こう視線に,こう視線にこう助けられるというか力が湧いてくるというか、はい、そういうこともあるかもしれないなるなるほど,、うんるほどうん、この真ん中に立つ人ならではない、ね、ですよ、ね、であの 振りがね、はい、なんかか可愛っそうですね、うん、あの西城満先生が全部つけてくださったんですけど、ええ、そんなに動きが激しく大きくないですけれどもうん、うん、その歌を彩るためのまか振りという感じでうん、うん、あの顔周りで映った時にこう<ー>っていうことを多分は、うん、配慮してくださって。うん ますし、西藤三先生というのはそもそもあの教えてくださった、そうですね、東京音楽学院で、はい、教えてくださった先生ですね。その振りと合わせてね、こうみんな歌を覚えていくわけです。まああの頃は小さい子たちがみんな真似してましたもんね。そんなに小さくなかったけど真似しました。はい、もうみんな真似しました。はい。そうですか。ね。でもその 当時がまだ十代でらして、うん、そうするといろんな、はい、あの番組、歌番組などもおでんになると、はい、ああの方がいらしたとか、あの方と会えたなということもあったんじゃないですか。すね、ジュリー・がいるみたいな。<ー>私は中学生の時から <laughs> あのザ・タイガースが好きだったので、澤田さんに会えた時には。うん 本当に嬉しかったですね。かっこよかったです、ね。今も素敵ですけれども。<laughs> ね、ジュリーはね、もうなんだか別格、うん、にかっこよかったな。当時はやっぱり、あの、スターがいっぱいいました。キラキラしてるスターが、<ぁ>あの。うん、歌謡界自体も、すごく、うん、あの、素敵な曲がいっぱいヒットした時代だったので。うんうん、華やかな時代でしたね。うん、でも、お忙しかったんですよね。 そうですね。でも楽しかったですね若いからそしてグループなので3人で支え合って励まし合って3人は歌以外つまりステージを降りた時にはその同じ年代の子たちと同じような悩みや話やらをしていたんですかししまたね。大抵のことは。 話して、はい。ちなみに当時はどういう話題。話題ですか?。なんでしょう。ええ、あ。まあ、個人的なこともそうですし。何でも話し合ってましたね。うちの中のこととか。例えば、三人でいうと。こう話を持ってくるタイプ。聞き役。いろいろあろうかと思うんですけど。あのね、三人。あの、なんでしょうね。 なんとなくみんな割とのんびりしているというか、うん、あの。私が私がみたいな感じじゃなくて、<ー>あの。らんさんやってとか、<laughs> いやいや、あの、すうちゃんがやってとか、そういうなんかこう。退 <laughs> く感じの三人が多くだったんで。あ、そうですか、はい。そういう場面は多かったように思いますね。うん、いや、わかった。じゃ、あ私はそれはまとめようとか、そういうタイプはい,いなかった、うん。一応私は年が一番上だったので、うんうん、なんとなく。 インタビューでも代表して話したりするシーンは多かったんですけれども、うん、でそれでも、うん、ここはミキお願いみたいな <laughs> <laughs> なんかそういうそれぞれに引っ込み事案みたいなところがありましたねねいいバランスでで、ね、そう,です,そうですよね。 そのバランス感覚が良かったんですよね。うんうん、それがおそらくあのテレビからね見てる人たちの方にチワッと伝わってくる。絶対伝わりますものね。んねそうでしょうか、うん。あると思います。<laughs> はい、はい。ではここで一曲お送りしましょう。昭和50朝、これ昭和51年のナンバーなんですね。すねえー、懐かしい <laughs> キャンディーズ春一番。キャンディーズで春一番でした。 キャンディーズのハートのエースが出てこないようお聞きいただいてます。<laughs> もう嬉しくなっちゃう <laughs> <laughs> これこれって感じですね。今日のゲストは伊藤蘭さんです。はい、引き続きよろしくお願いします。いいますあのこの曲が流行ったそうは50年前。うんはい、先ほどもちょっとありましたけど、はい、歌番組音楽番組がもう本当に全盛期でしたよね。ねなんか毎日のようにいろんなタイプの、うんはい、あの歌番組を あの我々はねテレビの前で見てたんですけれども、えーはい、この中でもこの番組に出られてよかったとかこんなことがあったっていうのをぜひぜひお聞かせくださいそうですねあの確かあのベストテンが割と始まったばかりであのそれは嬉しかったですねあの雰囲気も本当になんかこう最先端を言っているっていう、えー、今の曲を あのヒットしている曲を、うん、あの。に入れるっていうことが、とても嬉しかったです。うん、はい。あれは、あのいろんな場所からの中心。コンサートの会場で、ねはい。ええー。あの、当日。なかなか大変だったりしたんですか。あ、そうですね。あの <laughs>。私たちは、その微笑み返しっていう曲が、そのラストの曲だったんですけれども、えー、その曲で。あの、確か。 あの北海道のスキー場のにあの何のスタンバイもしないまま行ってでも雪山の中で歌わなくちゃならないのであのそこにあったとりあえず売店であの帽子とあの全部着るものをあの用意して買ってそれで出た覚えがありますす寒かったですよね手袋もして出たような、はい、記憶がありますけれども。あとになっってきっとその売店でちゃんが <laughs> <laughs> けたのと同じ手袋なんてきっととたたくさん売れたと思いますあの頃ねちょうど私は昭和51年に NHK に入るんですけども、はい、あの当時ラジオでね毎週土曜日に「FM リクエスト・アワー」というディ、はいまあ、スヨガ劇場でをやるんですけど、はい、まあキャンディーズのこのはがきね、うん、山のように来ていてでスタジオも開放してるんで、うん、あのそうですね中高生は ぐわーっと来るんですよ。<ー>でまずまあ倒壊しないでここに持ってきて書いて <laughs> で次回出すとか。キャンディーズキャンディーズキャンディーズというね。そうみんなでこう周囲にしてあげようっていう気持ちが、ねうん、そうそうありましたね。はい。うん、あったんだた、えー、最後の曲ぐらいはっていう。熱い時代ですね。はい、うん。うん でもあの歌番組でその当時の歌謡界っていうとあのピンクレディーも大人気でしたね。本当に楽屋で会話をするぐらいなんですけれども、うん、当時の私たちから見てもピンクレディーはもう私たちが例えば1日に7つとか仕事をやってるとピンクレディーはその倍近く多分<や>あのやってるんじゃないかなっていう感じですね。 七つでもすごいんですけれど、そうですかそんな時代時代ですか。まああのライバル関係とかも言われ、まああちらは二人で、こちらは三人で、なんかこうそれこそあの先ほどじゃないですけれども仲良くあの歌以外の仕事以外の話をするような場面もあったんですか。そうですね、楽屋ではあの昨日お腹空いちゃって。 あなったんですけど食べるもの何もなくて <laughs> 食パン食べたんですとかそう,そういう話でえ嘘でしょうみたいなかわいそうみたいな <laughs>、えー、<laughs> そういう話うスター街道爆心,の爆心中の皆さんがね <laughs>、えー、食パン一枚ですかみたいな, <laughs> んないやいやだい <laughs> ねさらにね当時はバラエティ番組でもね随分とご出演されていたと思うんですけどす、ね、あのドリフのね 時前週伊藤四郎さんとかね小松政夫さんが出たらしたあの見頃食べ頃笑い頃あれもね見てましたよ本当にありがとうございますよくあの笑いの中にねこう埋没せずにそそううどんな気分で迎え合ってたんですかあれは本当にもう台本がしっかり作ってくださってあったのでその通りにやるだけなのであの 多分皆さんアドリブもそう,そう,そうあの思ってらっしゃると思いますけれども、ええ、そんなにほとんど本に忠実にやっているっていう感じですね、うん、それぞれが、うん、そのできる限りのことを本通りにやっているっていう感じでした。うん、だけど、ね、もっと超,超がつく忙しさの中で、はい、そんなにリハーサルだとかねお稽古にも時間費やせないと思うんですけど、うんはい、そういう中でだってベテランの。 伊藤さんだとか小松さんというのはどんなふうにキャンディーズの皆さんに向き合ってくれたんですか <laughs> あ本当にあの優しくて、ええ、あの厳しいっていう雰囲気はこう少しもなくって、うん、私たちもだから安心して飛び込めたんだと思うんですけれども、えー、あのそうですね伊藤さんとは、うん、あの当時自宅が近くて、ええ、あの私が怪我した時とか。あの 自転車でフラットを見舞いに来てくれたりとか、まあ、あのお優しい方でしたね。あのそういう。仕事場でもそういう雰囲気だったので、うんうん、楽しい思い出しかないですね。うんうん、はい。八時台を全員集合では、どうでしたか?はい。八時台よは、あの生放送に向けて作っているっていう番組だったので。<ー>それはやっぱり、あの。 ちょっと怒り屋さんなどは、うん、あの厳しい雰囲気を醸し出してて <laughs>、うん、とにかく作ら,作らなきゃいけないっていう、うんうん、で大掛かりな仕掛けも多い番組でしたしそ,、ねはい、それぞれがちょっとあの緊張ししてるようなな雰囲気気だったたかな、うん、その空気は感じましたね、うんはい、でもその中で私たちが失敗しちゃいけないっていうこの瞬間逃しちゃいけないっていうタイミングとかも。うんええ ありましたし、うん、そのことに関してはちょっと本当に緊張してまもう画面ではそんなのはみじんも、ね知,らね、<laughs> 知られず、うん、本当に楽しそうであの素敵だなぁと思いました、うん、あの歌歌が歌えてこんな可愛らしくて、うん、ちゃんと笑,う<笑>,笑いもできちゃう笑いう。 もともと笑うのが好きなんでしょうね <laughs> であの志村さんとかも普段からこう接してくれるのが、うん、あのなんていう楽屋にするっと入り込んできて、ええ、あの何かこうそこから見つけてアイディアを拾っていくような部分も多分あったんじゃないかなと思いますね、うんうん、普段のこのやり取りの中で。 そういう番組を通してより身近に私たちはこう、うん、あキャンディーズって伊藤蘭さんっていうのを、ねうん、感じることができたんですよね, <laughs> ねあのやっぱり歌の世界では違ってこの力の入れ具合と言いますかね、はい、配分と言いますかね、はい、そういったものもずいぶん違うと思うんですよねこのお笑いコントだとかね<ー>そういう世界ではそうですね、うん ままたお芝居とも違いますよ、ね、うんそれを肌で感じられたっていうのが良かかったのかなと思いますそのことがやっぱりその後ねイトランさんもお芝居で羽ばたいていくわけですけれどもうそういったところにこうつながってきてるのかなって <laughs> 勝手にファンの方はね思っていると思うんですけどあ無駄なことは一つもないと思ってます。<laughs> 人生無駄なことは一つもないですよねこれはね石田さんもね、はい、ご自身で今ファンというふうにおっしゃいましたけどうん、うん、ファンの皆さんすすごかったですよね<ー> <laughs> これは私は後で知るんですけどその全国キャンディーズ連盟通称全キャン連。 この事務所主導のファンクラブではなかったんだそうですね。うファンの方から自然発生したよな手元の資料ではですね最盛期には全国8支部会員5万人植木さんじゃないけども集まったファンは5万人って本当の5万人だというそういったファンの応援っていうのははい どどんなふうに受け止められるもんなんですか。あ<ー>だっ勝手に作ってるわけでしょ。そう,そうですね <laughs> あ。そういう追い風みたいなものがやっぱり、うん、あの最後に解散コンサートに向けてのあの盛り上げてくださったと私は思っていますね。うん、ファンの方たちが自然発生的に本当に生まれたその熱みたいなものが追い風になって。 じゃないかと思ってます。はい。自然発生的にって本当にすごいことだと思います。支部長ぐらいになるとお話できたりしたんですか、伊藤さん？いやわかんないけど。なんかいろんな部がありましたよね。あの女の子だけのあのチアガールズみたいな、あのピンクのハッピーを着てあのっていう組織も少しあったりしたんじゃないかな当時は。はい。女の子だけのとかいろいろはい。 なんかあの全キャンデンの皆さんが伊藤さんの実家の前に集まって話し込まれていたとか <laughs> そんなことが本当にあったんですかそうなんです当時はそういうことが普通であの <laughs> <通>帰ると、うん、うちの前に皆さん待っててくださるんで <laughs>、はい、あのじゃあ荷物を一旦置いて、うん、でまたあの 顔を出して、うん、そうですね56分皆さんと今日はどうだった,だっ,たって話をして、えーえー、じゃあねまた明日もよろしくみたいな感じでいな正直鬱陶しくああでも、うん、それな,なかったですね半分だから今でも来てくださる方たちの中にそういう顔,顔ぶれも見つけてすごく嬉しいですしなんか。うん ちょっと遠い親戚の <laughs> 方が <laughs> 来てくれたみたいな感じでああ元気っていう感じになりますね、うん、お互い元気で良、うん、かったね,いいねみたいないいこれはね <laughs> あのまあ、宮崎さんもそうでしょうけどこう人気者の辛さでフラッとねフラッとさちょっと近所の本屋にも行こうかなとかね花屋でもちょっと行ってみようかなとかちょっとお茶飲みに行こうかなってでき 憎いでしょう。あ、そうですね。でも、割とそういうところで、うん、あの引っ込んでしまうの、なんとなくつまんないなと思うタイプだったので。でね、あの三人で旅行も行ったりもしましたし、割と楽しんでしまおうっていうタイプですね。うそうですか。はい。あと、あの全キャンレンって言いますかね。このファンの方たちっていうと、うん、あの揃った野太いコールがね、うん。<laughs> 皆、ね、さんちゃんと練習してあの、はい、あの貴重な時間を <laughs> 使って集合して練習していたんだと思いますそうしたその大勢の、ね、熱狂的なファンが驚く出来事が起きるわけですよ。うんえー、昭和52年1977年の7月17日日比谷野外音楽堂でのコンサートまさに人気絶頂の中 そのステージ上での、まあ、突然の解散宣言ということで日本中が大変な騒ぎになったわけですけれどもこの解散宣言の当日もそうでしょうしそれ以降も大変だったでしょうねそうですねこれ以降解散に向けての、うん、その持っていき方というかはスタッフと含めて改めて考え直さなきゃならなかったですし、うん、すぐに解散するわけにもいかないということであの9ヶ月間は、うん お仕事した方たちにご挨拶か、うん、かがてらっていうお仕事の仕方でやって最後まで迎え、うんはい、ましたけどもそれこそ全キャンディンの皆さんは気持ちをどう思っていっていいかそうですよね,ね<ー>今思うと本当に <laughs> あのそれをよく、うん、あの応援しようという方に転化してもらえたなって思います。通だっっったたらなぜててていうこととで気持ちが離れししまったりとかしても、うん 当然のことだったと思うんですけどね,ねいやその時のね、うん、ファンの思いやいかにということだろうと思うんですけど実はキャンディーズは当時そのレコードの売上数を発表するオリコンでね、一位になったことがなかったといういですね。これそうなんですかそうなんです、うん、意外ですよね <laughs> そういうの声が大きいと思うんですけども、はい、その前の年に解散宣言があった後、はい 今出てきた全キャンレン <laughs> この結束がですねさらにむしろですねむしろ強がってリクエスト運動をして、はい、ついに微笑み返しで一位を実現させたという、はい、すごい話ですねすごいですね、うん、ありがたかったですね本当にこれ三人はどんなふうに受け止めた <laughs> あのーえー、本当に感謝しかなかったですよね当時は うん優秀の美を飾れるというか、うん、ことになりました、はい、そうやって、えー、お話を伺うとこの「微笑み返し」というタイトルの意味もねこうずっとお違って聞こえてくるそ,、ね、そんな気もいたしますけどもねじゃその曲聞いていただきましょうかね、えー、それまでのヒット曲のタイトルがちりばめられた一曲となっています。キャンディーズで微笑み返し 今日のテーマは昭和のアイドル伝説キャンディーズから伊藤蘭へゲストには歌手で女優の伊藤蘭さんをお迎えしています、はい、さあ,あ伊藤さんは2019年にキャンディーズの解散以来41年ぶりに歌手に、えー、復帰をされて現在2枚のアルバムをリリースされています、まあ、いろんな思いがあっての歌手への復帰だったというふうに思うんですけれども どううでしょうソロとしてまたマイクを握るのにはやはりそれだけの時間が、まあ、必要だったということですかあというよりですね、うん、全然あの歌気が付かなかったっていうか、うん、歌うことを「ええ、あそういえば」っていうふうにあの私の事務所のスタッフに「うん、そろそろ歌ってみない?」みたいなことを、うん、あの言われた時に「ええ、ああそう,そういうこともあったんだ」っていうぐらいな感じで、えーうん、あの。 それまでの月日は過ごしてましたね。うん、あのお芝居のことだけを考えていたので、うん、はい。うん、意外な感じです。<laughs> はい。はい、でもそうやって改めてまた歌うということになった時に、ええ、あ、そうだ、私歌好きだったんだ、歌詞だ歌詞なんだっていうのはなんかそんな改めての思いとかありました。そうですね。またあのー、芝居とはまた違った世界。ええ を作れるんだったら、うん、あの多分もう今しかないだろうっていうことで、うん、これを断ってしまったら、うん、もうずっと一生ないなと思っていたので、うん、あの思い切って迷うぐらいだったら進んでみようっていうふうに思えたんですよね。そそもそもあそあういや <laughs> 迷ったら退く <laughs> タイプだったんですけど <laughs> そこはあえて鼓舞をしたというか <laughs>、うん、自分をこう。うん あげますという感じですかね。やってみようっていう風に、まあ勇気を出しました。くどいようですけど、じゃあその普段だとちょっと下がってしまうさんなのが一歩前出てみようかとそういう風に思った思わせたものって何なの？ああ、そうですね。もう先がないそうです。うん。まああのそうですね。あとまだエネルギーが少しは 残っているかなっていう感じなの、うん、ところでしょうかね。うん、うんうん、できそうなことは尻込みしないでやった方がいいんじゃないかと思いました。うん、はいそ、ね。そして二、えー、枚のアルバムをね、はい、お出しになったわけですけどどうでしょう実際に。はい お作りになってみてみそうですね、うん、やっぱりあのなんとなく勘が戻らないところとか<う>あの昔と違うことも当然たくさんあるんですけれどもうん、うん、逆にそういうあの克服すべきことがあるとか、うん、あの向かうものがあるって素敵なことだなと思いながら今はあの歌うことに取り組んでますけどね。はい <laughs> このステージでは、うんはい、あのキャンディーズの時代の歌も歌ってらっしゃる、はい、そうなんですんですよねあのソロでお歌いになるとなると、うん、その振り付けですとかあの歌い方もまた当時といいますよね,そう,すねそうなんですあのそれじゃなくてもキャンディーズのキーって割と高いっていうところもありますし、うん、で それを歌うからにはやっぱりなるべく当時のイメージを壊さないようにやりたいっていうことがあったので同じようにやろうと思っていたんですけれども、うん、いざやろうと思ったら、うん、まるるっっききり,りを忘れていってい <laughs> <laughs> ででと思ったんですよね、うん、あの音が鳴れば、ええ、自然に出てくるだろうと思ったら。 まあその有効期限は20年ぐらいだと思うんです。四 <laughs> <laughs> 41年ぶりはちょっと無理だったんですね。うんうん、なのであの元メンバーの美樹ちゃんに、うん、あの相談して一緒に思い出してもらおうと思って「いや<お>分かった」って言って快く引き受けてくれて、うん、あの来てもらったんですけど2人ともダメだったんです <laughs> 全然。ち <laughs> 当時のだから映像を見ながら一つ一つあの解体して、うん、っていうところからやりました。へそのお二人揃ったところで、はいまあ、残念ながらもう天国に旅立たれてしまった田中さん田中佳子さんす、はいはい、ーちゃんのお話なんかも出ましたかそうです、ねあの 3人の映像をずっと見ているので懐かしくて、えー、やらなきゃいけないことがあるのにもう見入ってしまってお菓子食べながらずっと見てその日は終わったとかそうい、ね、うの、ん、も、まあ、そんなふうにしてね歌手としての活動もおやりなんですけど女優としてもご活躍中ですがご長女も女優になられて同じ世界。 もう十年ぐらい経ちましたね。これどうなんですか。ご自身がまあ歌じゃなくてね、歌だけじゃなくてお芝居する。それはいいとして、うんうん、このご長女はね、はい、自分の子供がね、ええ、そういう同じ世界で入っていく活躍する、はい、そういう見てる気持ちってのはどんなもの？ああ、そうですね。今はもう、うん、あのー、楽しいって言いますか。うん、あのー、そういう小さい時からまあバレエとか習っていて、うん、あのー、人前に立つ あのことをやっていたのでそれをずっと好きなことを続けられているのがあのいいなと思ってますし。 ちょっとワクワクしますね。次の作品は何出るんだろうとか、あ,あの、うん、ずっと小さい時から楽しませてもらってます。うんうん、そうですか。はい。はい、次はどんな作品？あこんな役？あじゃあちょっとセリフ合わせてみようかなんてことはないんですか？当初はね一二回あったような気がするんですけど、今はもう全然はいうんしっかりしてます。<laughs> そういう時に水谷さんはどうされてるのかななんて。<laughs> ああ私あの一度豊さんに<っ>あのセリフ合わせをやってもらおうかなってあんまりちょっとたくさん膨大な数のセリフだったんで,っでやってもらったことがあったんですけど、うん、なんか女性同士の役だったんですけれども、うん、結構なんかあの何て言うんですかねステレオタイプな感じの <laughs> 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 セリフの読み方だったんで<っ>あのあありがとうございました <laughs> もう大丈夫ですみたいな。 そんなことはありましたか <laughs>、うん、それ以来あの、うん、誰もセリフ合わせをやるっていう感じでは今はないですね。セリフ合わせはないとしても <laughs> お互いの中で <laughs>、うん、あのこの前のさあの作品この前のあの芝居良、うん、かったよ悪かったよそういううい会話はどうなんですかそれはもちろん見た感想はいいありますけれどもねただ。お互いにあのそれぞれぞ やるこあのそうそう簡単に入っていけない世界といいますがその人本人がどれだけあのね情熱を傾けてや向か,向かい合ってることだっていうのが分かっているので、うん、あのそれは距離を 持たなきゃいけないところなのかなって、うん、マナーとしてかなと思ってます。うん、もう一点そのお、はい、ランさんがまたね、えーはい、歌を歌うマイクを持つこれについては何か美たさんあ,あのすごく喜んでくれて,てあ,、うん、あの毎回見に来てくれてますね。うんうん、はい<ー>時々 C D も聞いてます。うん、<laughs> すいません。 いやいや、全然謝ることは、ね、なんで聞いて。<laughs> なんで聞いてるのって思うんですけど、うんうん、時々かけて。えー、あますけど、何かあったのかなと思いま。どうして。<laughs> なんだか素敵な話ですよね。ねうん、まあ、今度機会があったらね、な、うんで聞いてるのかを聞いて、<laughs> 聞いて,おいてください。ね、どういう時に聞いて。そうですね。<laughs> <laughs> <laughs> 今夜はキャンディーズ時代から現在までもいろんな話を伺いましたけれども、うん、あのこの番組は、はい、あの昭和の時代を振り返って、まあ良かったものは次の時代にも引き継いでいこうというそういう趣旨があるんですね。うん、昭和の時代をこう思い返してみて、これからも受け継いでいきたい昭和の良さって何か感じになりますか。そうですね。なんだろう振り返ってみますと、うん、あのあのよく 携帯もない時代にあのこう忙しい時期を過ごしていたなと思うんですけれども、うんうん、なんかそれって割とおおらかだったんじゃないですかね、うん、みんながこう、うん、一人一人が。うん、であの会った時のその温度とか人のなんだろう顔色とかなんかニュアンスとかを、うん、なんか直接あのそれぞれが肌で感じられる時代だったのかなってっ思いますね。うん うんうん、なんか遅刻してもあの私たちがそういう、ね、忙しい時代の中にで生きていたからあまりこう疎かったのかもしれないんですけれども今はすごく時間に厳しかったりするじゃないですか当時は割と大雑把な感じで許してもらえちゃってたっていうそういうなんだろういい意味でのおおらかさがあったような気もしますけど。うん、うんうん ななんか生の感覚っていいますかね<あ>生肌感覚ちなみに今のアイドルグループこの平成、えー、令和の、ねうんえー、時代の、はい、グループをご覧になって、うん、以前とはちょっと違うかしらこんなところがという点があるとするとどううでしょうねあどうでしょうね。うん 皆さんすごくいい子だなあっていう感じはします。<う> <laughs> なんてます。いい子。うん。うん、なんかはみ出さない感じ。うん、すごく対応も上手だし。うん、人との。うん。っていう。感じはしますね。うん。うん お行儀いいんですよ。あのそつなく、ちゃんとこう賢く受け答えもできてというね。うん。それ宮崎さんお芝居の現場でもそうです。あ、なんかみんな、なんか優しい。人たち多いですよね。あの若い人たちがみんななんだかね、おとなしい。そうそう、しず。ですよね。はい。キャンディズ昔違いました。もうちょっと。う村では違ったと思います。 では、どんな音楽がいいですか、ね。<laughs> そこもちょっとお聞きする、うん。<laughs> 後でお聞きしたいですね <laughs> さて。あの、今後、まあ、最後になりますけれども、うん、今後の夢。こういうことをやっていきたいっていうようなことがあったら、お聞かせください。そうですね。今は。もう、本当に。あの、体に気をつけて。元気で。うん、あの。歌でも、お芝居でも。うん、尻込みせずに、前へ向かって。うんうん、あの。 やっていく気持ちをキープしていきたいなっていうそのぐらいですかねはい、はい、それが夢ンさんの夢を伺ったところで、はい、最後に一曲お届けしましょう伊藤蘭さんの最新アルバム「BesideYou」から「IceOnFire」今日は昭和のアイドル伝説「キャンディーズ」から「伊藤蘭へ」と題して歌手で女優の伊藤蘭さんをお迎えしてお送りしました。 ではここでお知らせです伊藤さんは夏から秋にかけてコンサートツアーをね、はい、行われるんですけれども、はい、伊藤蘭コンサートツアー2022 Touch this moment and surely candies この発音でよかったでしょうか素晴らしいです,いですありがとうございますいますで <laughs>、えー、にチケットが、ね、ソールドアウトの日もあるんですけれども、はあはい、9月2日金曜日3日土曜日は大阪9月10日土曜日仙台 9月17日土曜日は札幌、そして10月9日日曜日福岡で東京の追加公演が11月19日土曜日東京ドームシティホールで行われるということです、えー。詳しいチケット情報は伊藤蘭さんのオフィシャルホームページでご確認いただきたいと思います。えー、大変なステージが続くんですね。ありがとうございます。うん、はい、あの2年前にやはり 各地の公演組んだ時に全部できなかったっていう経緯もありましたので、うん、今度こそあの、ええ、地方の皆さんにも会いに行きたいなと思ってます。待ってますよ <laughs> みんなね。全キャンディンの各支部の皆さんがもう今から <laughs> 今か今かと準備万端整えてもらってると思います、えーえー。ありがとうございます。コロナにね負けずに頑張っていただきたいと思いますが、で,すねはい、ではここで伊藤蘭さんに番組からプレゼントをございます。お口の健康から全身の健康を考えるサンスターより。 歯茎細胞に侵入する歯周病菌をブロックして、歯周病を予防する。ガムウェルプラスのオーラルケアセットを差し上げます。健やかな体で、これからも元気に充実した毎日をお過ごしいただくために。ぜひ、お使いください。ありがとうございました。どうぞ、コンサートツアー。のみんなにまた笑顔を届けてください。頑張ってください。ありがとうございました。続いては。 サンスターちょっと気になる健康の話お医者さんに行くほどではないけれどちょっと聞きたい健康のお悩みそんな悩みを皆さんからお寄せいただき専門家に答えを伺うコーナーです7月の担当は愛媛大学名誉教授でサンスター財団の理事橋本浩二先生皮膚科学がご専門です橋本先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、今月は お肌のお悩みを取り上げます宮崎さんでは今日のお便りご紹介くださいはい福岡県にお住まいのビッグママさんありがとうございます娘は小学生頃までアトピー性皮膚炎でした現在は収まっています最近結婚したのですがアトピーは孫にも遺伝しますか まあ、遺伝しないとしても孫が発症しないようにする方法はあるのでしょうか。ねえ娘さんが小さい頃のことを思い出してね、えー、ご心配なんでしょうけどね。ね先生この点はどうでしょうか。はいアトピー性皮膚炎ですが、はい、これは痒みを伴う湿疹が良くなったり悪くなったりを繰り返す皮膚炎です。うん、特徴としては体の左右の同じような場所に湿疹が現れます。乳児期あるいは幼児期から 発症し小児期に治ってしまうあるいは治ることなく成人まで再発を繰り返すケースもあります、うん、また思春期成人になって突然発症することもあります原因は何なんですかはいこれはアトピー素因が大きく影響しています、うん、アトピー素因というのは何でしょうかまあこれは本人または家族がですね、うん、アトピー素因を持っているあるいは持っていたつまり アレルギーを起こしやすい体質であると,です、ね、ということはあの遺伝すするとということなんですか今回の場合はですねお母さんが小児期に収まったということなので比較的軽いアトピー性皮膚炎だったのではないかと思いますお子さんの発症の可能性はそれほど高くないのかもしれませんもう一つ質問にお孫さん赤ちゃんが発症しないようにする方法 ないですかというのがあったんですがいかがでしょうかまずは肌を清潔にすることになるわけですがもう一つ大事なことは食べこぼし対策です、まあ、赤ちゃんもどうしてもですねよだれやこぼしたミルク牛乳食など口の周りはもちろんのこと手の指など肌に食べこぼしがつきがちです。昔は食べたものが アレルギーを起こすというふうに考えられていたのですがこの10年くらいの間に皮膚から侵入することによってもアトピー性皮膚炎が発症することが分かってきましたで赤ちゃん本人だけでなくですねそばにいる人が食べたものの殻とかかすが肌に触れてもアレルギーを起こすという例もあります食べこぼしというのは気が付きませんでしたで、ね、周りの人も気をつけないといけませんよね、うん 今回はですね、まあ、赤ちゃんに特化してお話をしたわけですが一つ付け加えておきますと成人のアトピー性皮膚炎の治療法というのは最近大きく進歩しています外用薬の選択肢も広がりましたし、えー、でまた内服薬注射薬も開発されていますぜひ、えー、成人でお悩みの方ですね専門医を訪ねるといいと思います、えー、今日はね、この肌を きれいに清潔に保つってことがまず第一歩で大事だということを、ねね、知りました橋本先生一ヶ月ありがとうございましたありがとうございましたビッグママさん食べこぼしというキーワードぜひ覚えておいてくださいね専門家にちょっと健康の悩みを聞いてほしいという方はどんなに小さなことでも構いません番組までお寄せください 採用させていただいた方には記念品を差し上げます。今日のお話は番組のホームページでもご紹介しています。詳しく知りたい方は、アトピークラブサンスターで検索してください。サンスター、ちょっと気になる健康の話でした。 か彼の時間が近づいてまいりました今日は元キャンディーズの伊藤蘭さんをお迎えしました,楽し,かった、ね、楽しかったですね楽しかったですねあの先輩にこんな言い,い方なんて可愛らしい方なんだろうって思いました全然変わらず、うん、そこが素敵ですよね、うん、またあのちょっとご家庭の様子もね<え>あのなんかちょっとだけはいあの話してくださってあでもああやって え時間が経ってもね、また歌にお芝居に向き合おうというこの気持ち大事ですよね。そうですよね。うん、あの本当だったらちょっとこう弾くタイプなんだけれども、なんかこうやっと,ちょっと前に出てみようというその気持ちがやっぱり若さの秘訣かもしれないとも思いました。なるほど、ね。頑張ろう。はい。いや頑張ってますよ。よしこちゃんも <laughs> よしちゃんも頑張ってる。はい、というわけで。 この方も頑張ってますよ<あ>来週のゲスト、ね、女優の岸恵子さんはい、はい、また大先輩、うん、素敵な先輩ちょっとまたドキドキしてはい、どんな話が、ね、楽しみですよねすさあこの番組ではホームページインスタグラムツイッターフェイスブックでいろいろな情報を発信していますえ宮崎さんのインスタグラムもぜひご覧ください ツイッターではハッシュタグ昭和の話で感想などもつぶやいてくださいまた YouTube でも番組をお聞きいただくことができますラジオで語る昭和の話で検索してみてくださいまたサンスターはウェブマガジンニューノーマルニューケアで新しい生活様式に必要な人と地球の未来の健康に役立つさまざまな情報を定期的に発信中ですサンスターニューノーマルで検索してぜひお役立てください ラジオで語る昭和の話。お相手は宮崎義子と石澤のりおでした。サンスター文化の泉。ラジオで語る昭和の話。この番組は。 サンスターの提供でお送りしました。